世界で初めて微生物を観察したレイウェンフック。最近野生種を発見したその業績から、微生物学の父とも呼ばれています。レイウェンフックは500以上の顕微鏡を作成したとされ、そのうち6つが現存します。そんなアントニファン・レイウェンフックは1632年、オランダのデルフトに生まれました。レイウェンフックは16歳の時に学校を辞めたので、それ以降の正式な教育を受けませんでした。大学にも行かなかったので、専門的な科学教育を受けたことはありませんでした。学校を辞めて、アムステルダムの織物商の下で働いたレイウェンフックは、22歳の時にデルフトに戻り、自ら織物商を始めます。そして、布地を扱う仕事をしながら、ガラス玉を作って磨き、綺麗な球形のレンズの作成をしました。1674年、デルフトの町から少し離れたところにあるベルケルス湖の水を自作の顕微鏡で観察すると、小さい何かが動いているのを発見し、レンズを通して見えた微生物を詳細にスケッチしました。その後も雨水や海水などから様々な微生物や物質を発見し、記録を重ねていきました。ミドリムシなどがスケッチされていたそうです。ガラス玉を通して小さなものを見たという記録はそれまでにもありましたが、それは何かが見えたという程度で、見えたものを正確に観察し、詳細に記録したのはレイウェンフックが初の人物でした。当時、微生物は植物などから自然に発生していると考えられていましたが、詳細な観察によって卵から生まれることを発見します。また、微生物にも精子があることを確認します。これは大発見でした。レイウェンフックは当時の常識や不確かな情報にとらわれることなく、自分の発見した事実を鋭く観察考察しました。専門的な教育を受けていないのにもかかわらず、科学的論理的な考え方と姿勢で数多くの新発見をし、生物学の発展に大きく貢献しました。レイウェンフックの顕微鏡は単眼式で、ガラス玉を板で挟んだだけの簡素なものでした。レンズの前にある針の先に資料をつけて観察するというもので、観察にはテクニックと根気が必要でした。レイウェンフックのシンプルな単眼式顕微鏡には、現代のような資料を固定するステージや明るさピントの調整などはなく、とても観察には時間がかかるものでした。レイウェンフックは強い好奇心を持っていたため、そんな大変な作業も楽しんで行っていました。同時期にロバート・フックが複式顕微鏡でコルクの細胞液を観察しています。この時細胞をセルと名付けました。しかし、フックの使用した顕微鏡倍率は50倍程度だったのに対し、レイウェンフックの顕微鏡は200倍から300倍でした。なぜこれほど差が出たのかというと、レンズに差があったのです。レンズが小さいと焦点距離が短くなり、倍率が上がります。レイウェンフックは小さなガラス玉を自作し使用していたため、レンズの倍率を大きく向上させることができました。顕微鏡自体は1590年に発明されていましたが、レイウェンフックはそんなことは知りませんでした。そして、デルフトの解剖学者ライネルでグラーフがレイウェンフックの業績を知り、ロンドン王立協会に紹介します。レイウェンフックの記録を見たロバート・フックはその業績を認め、ラテン語に翻訳してまとめました。しかし、どこの誰だかよくわからないレイウェンフックの記録を見て、小さな水玉の中に無数の微生物がいるなんて信じられない、と反論する声も当然出ましたが、実際に見ないと信じられないでしょうね、とレイウェンフックはあっさり答え、反論や批判をあまり気にしなかったそうです。ロバート・フックは細胞や微人口を顕微鏡で自ら観察していたため、レイウェンフックの記録の凄さがすぐにわかったはずです。ただ、レイウェンフックは学者ではなく織物商だったため、観察記録はあるものの論文はなく、顕微鏡やレンズの作成方法、観察手法も残していません。さらに、レイウェンフックの死後100年もの間、彼の顕微鏡を超える性能のものは出てきませんでした。これはいかにレイウェンフックがすごい顕微鏡を作っていたのかがわかります。今だったら確実にノーベル賞を取れたはずですね。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。